エスコンフィールド北海道、そして中継をお楽しみのファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は2人のヒーロー、まずは3安打猛打賞、7回の裏には追加点となるタイムリー、万波中正選手です。ありがとうございます。1点差の7回、もう次の1点が欲しいというチャンスの場面で打席が巡ってきました。頭の中にはどんなことがあったんですか？そうですね、まあちょっと追い上げられている展開でしたし、まあラッキーな形のヒットが続いてたんで、まあ何とかいいヒット1本打ちたいなっていうふうに思ってましたけど、まあそれが本当最高の結果になってくれたかなと思います。今ご自身でもラッキーなという言葉が出ましたが、7回のタイムリーと5回のタイムリー、打席の内容違ったと思いますけれども、5回のタイムリーに関してはいかがでしょう？いや別にもう解説するほどの打球でもないですけど、まあ先っぽ当たってくれて、はい、なんかわけわかんない動きしました。ただ終わってみれば3安打猛打賞という結果、このところ5番での起用が続いていますけれども、日々どんな狙い思いを持ってプレーされていますか？まあ本当に前の皆さんがよく塁出てくれますし、まあ4番打てても5番打てても、まあチャンスは本当多く回ってくるので、まあ回ってきた時はもう本当なるべく返したいなという思いで打席立ってます。ご自身の前には清宮選手、後ろには野村選手がいます。これについてはいかがでしょう？いや本当に頼もしく思いますし、まあこれからも3人でまあいい打順打てるように頑張りたいなと思います。これでチームは3連勝です。雰囲気いかがですか？いや本当に、明るいですし、まあこんだけたくさんの皆さんに応援していただいて、まあ、本当に嬉しく思いますし、なんだろうな、まあ、本当にいい雰囲気で野球できてるな、ありがたいなと思います。その多くのファンの皆さんの中には夏休み中のお子さんたちも今日は多く詰めかけています。そんな夏休み中のお子さんに向けて最後メッセージをお願いします。はい、いつもエスコン来てくれてありがとうございます。ただ、夏休みの終わり近づいてると思うんで、はい、早く宿題やってください。ありがとうございました。万波中正選手でした。ありがとうございます。続いては5回に勝ち越しの2点タイムリー、上川畑大吾選手です。ありがとうございます。久々のお立ち台だと思います、いかがですか？そうですね、本当に最近、このヒーローから遠ざかっていたので、慣れて嬉しいなと思います。5回の裏3対3の同点、2アウト満塁、ものすごいチャンスでしたが、どんな意識でした？まあ、さっきも言ったようにヒーローから遠ざかっていたので、ここ打てばヒーローだなと思って打席に入りました。勝負強さ、ファンの皆さんは神様の神を使って神川端と応援されていますけれども、そんなところ見せられたんじゃないですか？まあ、ちょっとだけ、はい、見せれたのかなと思いますけど、まあ本当情けない成績が続いてるんで、もっともっと挽回できるように頑張りたいなと思います。今日は打線で見ますと13安打、非常につながりありましたし、またこの目まぐるしい試合展開をものにできたというのは選手としてはいかがでしょうか？そうですね、こういう試合を一つずつ取っていくのが、優勝の大事な一歩だと思うので、こういう試合をものにできるように、選手全員で頑張っていきたいなと思います。それでは最後に上川畑選手からも夏休みのお子さんたちに向けて言葉をいただけますでしょうか？はい、いつもエスコンフィールドに来ていただいてありがとうございます。宿題が終わってないと思うので早く終わらせるように、あと、まあ僕らが夢や希望を見せれるようにエスコンフィールドで頑張りますので、これからも
どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー万波中正選手、上川端大吾選手でした。